夏休みの記憶おはようまやさんが教室に入ってきた「まやちゃんおはよう」と友達が元気よく言った「こっち来てお久しぶりね夏休みはどうだった暑かったやっぱり沖縄の夏はえ沖縄に行ったの うん、きれいだったよ。青い海、白いビーチ、いろいろな色のきれいな魚。いいね、とまやちゃんがうらやましそうに言った。うん、でも本当に暑かったの。全然知らない人が水をついでくれたの。気持ちよかった。 いいな、私は広島のおじいさんおばあさんのところに行ったあそこに行くといつも悲しくなるたくさんの人が死んだからでもそのその思い出に大切な意味があるねなんか温かいようで私の凍った心が溶けていく感じそしておばあさんおじいさんの家に行くのが大好きです家が広いし庭もいいし 面白い野菜もあるんだよ名前はわからないけど味が本当にいいのまやちゃんたちが笑った女の子がちょっと恥ずかしくなったとにかく楽しかったよ面白そうな話ですが私の夏休みが一番良かったと思うよ変な声が聞こえました私、京都に行ってきたよ と他の女の子が言ったすごかったよある日観光に行って古いお寺を見たの感動してもっと見たかったけどあそこは広すぎて全部見られなかったから自転車を借りたでも私は自転車に乗るのはあまり上手じゃなくて転げ落ちたのそして大きな車に転がされて 大変だった自転車が使えなかったからその後他のお寺へ走らなくちゃいけなかったの疲れたでも楽しかったよ皆さんは何を言っていいかわからなかったからジュリアスは話題を変えました別の友達に「どうだった夏休みどこかに行った?」「一日東京に行った父がデザインした」 建物を見に行った。でも道に迷って変なところに行っちゃった変な門を通って怖そうなものがいっぱいあった場所に着いた行かなければよかったかもしれませんあの場所は本当に怖かったから逃げた僕は足が長いから早く走れる壁の外に大きな穴に転んだ怪我はしなかったが本当に怖かった。 地下は寒くて暗くてて、暗でも実はあそこは地下鉄の駅だったからホテルに帰った。母、ああなたたちは何をしたえっと「何もしなかった」とまやちゃんが恥ずかしそうに言った。